ばんは。ヤスルパンさん、クマ、ありがとうございます。ルカさん、かわいいギフトありがとうございます。ミキヤくん、クマ、ありがとうございます。ウドムさん、おししかかたん、ありがとうございます。髪色変えてない、黒い服だからだよ。絶対言われると思ったけど、黒い服だからです。これはね、目のマジックなんだよね。ほら、ほら、言われるのも大変だから着替えようかな。よいしょ。これピッ、なんか、よいしょ。ほら、黒髪になってきたみたい。あ、でも茶色いっちゃ茶色いけど、濃くなったでしょ。そういうことではない。え、濃くなったくない？わかる？変えてないからさ。うどんさん、かわいい、ありがとうございます。さっきよりも濃くなった。ほら、黒服マジックです。マジなんよこれ。超薄いやん、見て、やばくない？超黄色じゃん、黄色。もうでもほら、暗くなる。ほら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 、この変化、これです。黄色になってきて、ほら見て、超薄毛の黄色じゃん。ほら、これがこうやって、ほら、濃い茶色になります。こういうことなんですよ。だから黒い服着てるだけで髪色は変えてないです。そう、髪色が違って見えるんですよ。髪だけじゃないけどね、肌とかも違って見える、黒い服っていうのは。そういうことです。
はるさん、いいね、ありがとうございます。そういうことだな。半年後って言ったのに早めに会えるの嬉しいね。リアル。お話し会受付中にしとこうかな。うどむさん、かわいいギフトありがとうございます。一つ落選した？なんで？ゆっちゃん、ウィンクギフトありがとうございます。あ、複数回申し込んでた説、確かにそうだね。枚数決まってるからそれかも。そう、生誕ティーの受付はあと2日。パクチンさん、ピカピカありがとうございます。まだ2日あるね。でも忘れないうちに買っておいた方がいいよ。今日は初任給の日、給料日の方も多いと思うので今日買うのがいいと思います。あ、生誕ティー買った、ありがとうございます。そう、まああと2日やけど、2日待つ意味もないので今買ってた方がいいです。2日後でいいやと思ってたら忘れるから。初任給、初任給か、どうなんだ。初任給で焼肉連れて行きました。すごい、私初任給とかのあれが分かんなかったかな。マサさん、タコありがとうございます。もう一枚買おうかな、もういらん。その分お話し会来てください。 T シャツはそんなにいらん。焼肉連れて行きました。私も弟にしてもらわなきゃ。そろそろ弟からなんかタンプレとかもらっていい気する。私毎年あげてるから圧かけとこう。最初の給料で何か買わなかったな。でも最初の給料なんてほぼないようなもんですからね、研究生の。そんななかったでも最初の給料。微妙ですね、どこが最初かわかんないや。昇格してから弟いたんだって。そうだよ、いたんですよ。いなそうですか。でもよく当てられる、ん？当てられる兄弟。
今もいるよ。もう当分会ってないけどね、半年ぐらい。姉っぽいね、言われる。4ヶ月じゃないんですよ。弟は前姫にいなかったから半年ぐらい会ってないですよ。もうん、お正月、あ、お正月か、お正月あったかな。お正月、確かにお正月なら帰ってきてそうだね。そうだね、確かに。バレンタインはいないです。年に2回ぐらいしか会ってない。お正月か。練習用にお話し会1枚取りましたって。少ない、少ない。あったら必ずすること、ないよね。私の家はそれぞれの部屋に引きこもるタイプなので、マジでない。リカちゃんが喜ぶ言葉は面白いねです。お正月はすることありそうだけど、何かと。いや、グループラインは1回も活用してない。あれ、家族のグループライン。まああれからまだ帰省してないからね。私帰省したら使ってやろうと思います。今日ご飯何って。何食べるって。そうやね、確かに迎えに来ていいね。3人反応してくれるってことでしょ、車。いいね。今まで個別に迎えに来てじゃなくてグループラインに送ったらどうしよう。3人、こんばんは。でも犬とかを飼ってたらさ、グループラインで犬の写真とかさみんな送ってるけどさ、メンバーの見てたら見せてくるんよ、見て今日の犬みたいな。家族が送られてきた犬の動画を。犬いないからね。そう、今日のワンコ。そう、犬がいたらね。奈良さん、かわいい、ありがとうございます。家族ライン用に犬かわいそう。あと T シャツ用ね、愛犬の T シャツ欲しいから。最低な飼い主。こんばんは。犬飼ったら今の寂しさから解放されます。え？家族のこの寂しい感じ？
とうとう。どんちゃんハートありがとうございます。はあと犬飼おうかなって。え、飼えるの？でもいないじゃん家に。でも犬飼いたい欲は今はそんなにないですよ。20% ぐらい、うん、15% ぐらい。そう、収まった。こんばんは。髪切り体力はもう決めた。髪切るって。決めた。もう乾かすの時間かかりすぎてなんかイライラしてきたので、そう決めました。女の子向いてないわ。こんばんは。アンドグミはね、美味しいというか硬いです。歯が丈夫じゃないと食べれない。あれ超弾力。おかっぱにはしないけど、これぐらいですね。このこれ、すぐ乾くけど短い方がよりすぐ乾くじゃん。こういう髪型にしたいね。こういう、こんばんは。何の本当は犬と思いましょう。え、ピカピカありがとうございます。いつ切るのって。土曜日。今の予定は土曜日。こんばんは。まあ明日でもいいんだけどね。レッスンの後。そんな遅くまで空いてないか、美容室って。お手もおまわりもできるんだよねって。そこ別に求めてないんやな、犬に。そう、神戸であのウェーブにしたいの、波巻き。でも私って分からなくなるから、みんなが髪切ったら。だから髪切った後に配信するし、写真も送るので。でもまあ私ミディアムの期間長いから、急に分かんなくなることもないだろうし、あのツアーは20何人しかいないから、もう一番でかいやつ。マイハさんは結構特徴的じゃないですか今。だからもうでかいやつって見たら絶対分かる。マイハさんと間違えることはないから、絶対派手なので今マイハさんが間違えないと思うから、さすがに。
ね、髪色。マヤハさん2秒でわかる。そう、逆にいいよね、めっちゃわかりやすくて、遠くからでもわかる。おって、あれは、こんばんは。ふむふむ。身長測る機会は最近ありましたよ、ラジオで。カットされてたらしいですけど。調査体前屈の尺が長すぎて身長カットだったらしいですけど。成長中です。多分169にはたどり着けそう。このまま1年で2ミリずつぐらいです。それか足を引っ張ってもらえれば。足のサイズは 24.5 です。 24.5。 体重なら簡単す、増やすの。そうね、でも体重増やすのも結構むずい。ある程度で一回止まる。こんばんは。0.2 ミリ伸びたのはなんだろうね、わかんないけど、なんか伸びてた。伸びるんかな。ちょっとだらけたらあっという間。髪の毛はあっという間。ピザとビールがおすすめ。太るかな。0.2 ミリ細かすぎてじわる。え、でも身長の 0.2 って大きくない？結構。身長の 0.2 は結構大きいよ。こんばんは。ビールと唐揚げ、揚げ物。私ビール飲めないからな。人生で一番髪長かった時は、でもほぼあんま変わんない、これプラス3センチぐらいです。去年の8月とぐらいと、加入してすぐの重恋とか、あの2回かな。 STU だったら基本 STU 入る前ボブとかだったので、ボブ人間だったからな。足が伸びた。なんかかかとになんかかかと、確かにかかと硬くなったらちょっと伸びそう
柔らかいかかとがなんかゴツゴツになってボコってなったら、伸びそう。ボブだったらツインテールはしないですよ。こんばんは。ツインテール写真。あの日はね、メイクもめっちゃ時間かけたので、めっちゃ時間あったから頑張ったから、あれはツインテールじゃなくても多分あの日は漏れてたの。あれがボブであろうが、カラコンもデカデカの。こんばんは。さっきコンタクトをつけたまま寝たから乾燥してる目が乾きそうになる。配信があるけん外せんのよね。だからつけて寝るんですよ。目にめっちゃ良くないけど。目赤い。嘘。それは嘘だ。コンタクトつけたまま寝るのはあかんのんですけど、本来まあ1時間ぐらいなんで。でも起きた時にめっちゃ乾燥してカピカピ。年日なんとかレンズ、そんなつけて寝るものはないと思うよ。なかなか視力上げるやつあったけど、昔コンタクトレンズは外さないといけない。連日着用2ウィークとかでも外さんといかんのんですよ、ね、つけて寝て起きたら目もう死にます。本当にこびりついくみたいな、まぶたにカピカピ。1時間ぐらいなら耐えれるけど、でもそれでも水分もカラカラになっててカピカピです。目薬入れてちょっと復活するぐらい。ミキヤくんピカピカありがとうございます。ヤスルパンさんありがとうございます。それめっちゃ目に悪いよ。傷つく。朝起きたらもう充血だらけにならない？つけて寝たことあるけど、めっちゃ長い時間取れんし、やはりついて
めっちゃ充血だし、取れんのよね、取りたくても。そう、白目がぐじゅぐじゅになる。そうなんよ。確かに、もう諦めてメガネで配信するか、それか先に配信を終わらすかよな、寝る前に。これ以上目悪くしたくないから。そう、ぐじゅぐじゅになるんですよ。掴もうとしても逃げ続ける時あるし、張り付く時あるくない？取ったらさ、痛えってなるくない？張り付いたやつを粘膜取られた感じする。一緒にお風呂上がりとかも取るの結構大変。メガネ少し見たい。でもリアルメガネすぎて、あの、可愛くないんですよ。見たいとかいうメガネじゃなくて、リアルメガネすぎて目が小さくなるやつ。まあどうしても眠いときはメガネで配信するしかないよな。それか8時9時に配信して寝るのを避ける。こんばんは。さすがに8時に外して配信の2時間のためにつけて捨てたらもったいないので、コンタクト。ね、目を潤ばせてから外す。そう、うっかり昼寝できんけど、でも寝たいじゃん。ここしか寝るときないって思ったら寝る。まあメガネ配信も考えよう。新しいメガネ。見せれる用のメガネを買います。これで起きられるの偉いですねって。目覚まし入れるんでね。伊達メガネはそりゃ可愛いでしょ、みんな。だけどガチメガネだから可愛くないんですよ。こんぐらいのレンズだから目が小さくなるわけ。伊達メガネとメガネは違うんです。伊達メガネだったらいつでも見せれるよ。目が縮みになるんです。メガネ外したら目大きくなる。なるよ、目めっちゃ悪かったらね。めっちゃ悪ければ悪いほどレンズが分厚くて目が小さくなるので、悪い、よっぽど悪いならなるよ、目大きく。なるよ目ってね。でもファンの方の目の大きさで、あ、めっちゃ目悪いんだなっていうの分かる。メガネ
ロボリンさんお疲れありがとうございます。あたいはどう？あなたは別にそんなに、そんなに。でも輪郭もここがキュッてなるんですよ。めっちゃ悪かったらさ、なんかメガネかけてる。ここも輪郭。そうよねってそうなんですよ。よく見てる。だって目見てたら目に入ってくるんだもん。だからあーってなる。レンズ薄いのは高いんだっけって。でもある程度もう目悪すぎたら潰しても潰れないんですよ。私も課金して潰してもらったけど、もうこれ以上は潰れませんって言われるんです、ある程度になると。だから無理なの。ある程度、まあちょっと悪いようなら潰せるけど、もう潰せないんですよ。だからもう無理。おはようツイートカフェですね。あれこの前メールで送ったカフェ。まあ新しいメガネ買おうかな。2年ぐらい。あったから。ね、プラスチック。田中のメガネ、なんか ジーンズみたいなとこのメガネ。私田中でずっとメガネ買ってて。田中のメガネって高級じゃないですか。広島に来てそのジーンズみたいなところを知って安すぎてびっくりした。田中の4分の1ぐらい。ジーンズびっくりした。安すぎる、こんな安くメガネ手に入るのってなった。だからもうそこだからもう全然使い捨てとは言わんけど、数年で買い替えれるぐらいの安さだから。ジーンズめっちゃ安いですよ。9000円ぐらいで揃うんですよ。戦うはなんか 3,4 万とかのイメージ。4とか。田中、え、そうそう、9000円から1万円ぐらい。え、そう、メガネって 3,4 万するイメージあるよね。そうなんよ。私もずっとそうで、広島に引っ越す前に愛媛で最後にメガネ買ったんですよ。そうだからメガネって本当に高級品だなって思ったんです。19歳の私が自腹でさ、その4万円って結構でかいんですよ、19歳にとってはね。バイト1ヶ月分ぐらい。だから高いなぁと思ってて、そのジーンズに来てびっくりした。ね、メガネって高いんだなって思ったから、そんな安く手に入るところがあったなんてびっくりですわ。ね、バイト1ヶ月分ぐらい。学校行きながら週2ぐらいで入ったらメガネ1個分ぐらいです。
週3ぐらいか、週3。バイトでしょうね。周りのみんなもそんなもんだった。しんどくなく軽くやったらそんなもんです。ガチったらね、めっちゃガチれるだろうけど、ガチったらガチるほどだけですからね、バイト。ね、私はそんなにガチってなかったから、週2、3とか。こんばんは。夏休み中はガチで、夏休みは1ヶ月だけガチった。あきさん、ハートありがとうございます。すいません、ガチる。2つのバイトはバラバラの日だね、大体は。まあ同じ日もあったけど、でも大学生のバイトってマックス4時間ぐらいしか入れてくれないんですよ。だから2個同じ日とかでも。ペンギンになるお仕事？イベントのお仕事？こんばんは。イベントのお仕事大変そう。イベントごと。あの会場の椅子並べてるとか、あんまりバイトすると、私そんなバイトしてないもん、マジでバイトそんなしてない。1回より3時間ぐらいしか入れてくれなかったから、まだ最初だし、3、4時間。長くて4時間。短い時は3。そもそも1年もやってないですからね。高校生はバイト禁止だったの。部活とかじゃなくてバイト禁止。高校生の時にバイトできる自信はなかったから、できてたとしてもやらない。なんか
高校生の中で大人に混じってバイトしてるのすごいよね。高2の時にバイトしておけばよかったと思う。私は思わない。学校楽しみたいじゃん。学校しなくてよかったなって思ってる。初見です、こんばんは。高3までウーバー配達絶対違うけど、新聞かな。ボケたんですよ、そんな時代にないわって。何歳かね、あれですけど。ウーバー配達員、なんか隙間時間でいいよね。ウーバー配達員、ウーバー配達員いい運動になりそう。ウーバーでーす。待ち時間と忙しい時、その隙間時間しかありません。ウーバー配達員したら、こんばんは。しかもあれ、自分がしたい時だけでいいじゃん。なんか頑張りたい時は頑張って、頑張りたくない時は頑張らない。タコありがとうございます。キツネさん、普通の仕事頑張りたくないときは頑張らないとかできないから、それが聞くのも素晴らしい。バンドしてアイドルのイベント行く？バンド？自分で配達して自分で注文？買った方が安いんかね、その場合。どうだろうね、入ってくるお金話したら。自分で買いに行って食べた方が安いよ。カラオケバイトは嫌です。基本掃除はしたくないので、私なので、お弁当屋さんが神バイトでしたわ。人の食べた後も片付けしないし、神バイトでした。私的適当に選んだけど、一番上に出てきたから適当で選んだのに、めっちゃ良かった。条件クリアして、その場で食べないから文句言われないじゃん。だからマジでいいです。
作って渡すだけ。掃除もせんでいいし、ゴミ捨てもないし、その食べた。あーないね、それは出会ったことないかも。ゴミ捨てといては食べるスペースないですもん。さすがにね、目かゆ。いいな、焼き肉の弁当って。誰が作っても同じ味ですよ、ああいうのは。湯切りかに入って渡されたい人生なんでそや。お弁当、ゆきりが目当てのお客さんなんかいるわけないでしょ。しかも、あの飲食店なので、すっぴんだし、おでこも帽子の中入れて、おでこっていうか前髪。髪の毛全部、帽子の中に入れてたので、マジでやばい。後ろ髪も前髪も全部帽子の中にいいんです。そう、薄めいくしかダメ、本当に。だから私すっぴんで言ってた。マスクもしてたかな。してた、してた、してた。だから目しか見えませんわ。気づかれんですわ、絶対。サングラスはしてないね。それだけでもギリ恋できます。ギリかい。目だけでも可愛いって。ほら、その下に素晴らしいコメントがあるのに。ギリ。帽子もかぶってた。うとむさん、かわいいギフトありがとうございます。逆に目だけの方がさ、マスク詐欺って言ってさ、詐欺れるっていうじゃん。だから目だけで可愛いと思ってマスク外して、想像と違うっていう。これ美味しいですかって。え、すんごいなんかドロッドロな感じです。いや、なんか水っぽい感じの普通のジュースのオーレかと思ったら、結構ドロッドロのスムージー系のバナナだったんでびっくりした。けどまあバナナ。まあ、バナナ感じたかったらめっちゃいいです。ちょうどいい。サラサラ系じゃなくてドロッドロのスムージー系ですね。固形入ってます。まあ見えんけどさ。
バナナ。バナナ。プッチンプリン今ないの？ヒルドラとどっちがドロドロって？バナナ俺。固形入ってるもんね。ポテトなぁ。眠い。今日は8時過ぎぐらいから動いてるんですよ。朝早いでしょ。レッスンしながらメール送ったもん。ドロですよ。早いんでしょ。踊りながらではないけど隙間時間。こんばんは。タイミングを見て。プリン買ってないです。忘れてた。普通にバナナオレ買った。プリンってあんま買わんもんね、日常的に。別に食べなくてもさ、いいじゃん。だから別に無理して買おうと思わないからさ。買う？マジ？なんか別に食べなくてもいいやって思っちゃう。でも絶対なんか美味しいと思う。なんか疲れた体に。コーヒープリン。焼きプリンがいいな。ね、疲れた体に染み渡る。絶対美味しいと思う。焼きプリン。ミルクレープが入ったらそっち買っちゃう？両方買っちゃうんじゃないの？本格的なやつ。両方食べてるんじゃないの？ラーメン食べた後のプリンが染み渡りました。デザート今日はね、あんまりなかったよ。何々な日もうなんかあんま触れるやつなくてプリンにしたもん。プリン別にエピソードないけどさ。なぜそれをって。見たらわかるよ。2個食べて。ね、プリン持ったまま、ああクレープもいいね、まあ両方いっとくかみたいな。ケーキ屋さんのプリン絶対美味しい。両方買うよね、食べたいの2個あったら。多分クレープとプリンぐらいなら。明日何の日か分かんないわ。それは朝調べてるから。426
風呂確かにありそう。プリンってどっから来たんやろ。お風呂か。昨日くらいにギロチンの日があったんですよ。ギロチンの日で、それに触れようかと思って、ギロチン懐かしいと思って、めっちゃそれ見た瞬間に、だけどギロチン懐かしいとかなんかあれあかんなと思ってやめた。ギロチンの日が懐かしいと思って、落語のさ、お前はギロチン時刻だみたいな、そこで覚えた言葉だから、あの鬼の声で出てきたから、うわ懐かしい、ギロチンとか懐かしいと思って思ったけどやめておきました。偉いので、お前はギロチン地獄だ。っていうね、落語があったんですよ。それで、まあ懐かしいワードって思って、お兄ちゃんです。にっこりの日？今日？25日、ガラガラトントントン、シャンシャンシャン、そんなあったっけ。あ、ガラガトントントン、リコリコシャシャ、ん？カンカンなんですよ最後。ガラガトントントン、リコリコシャシャか。なんか5つぐらいあったんですよね。ガガガドンドンドン、ギコギコシャッシャー、ドンドンドン、カンカンカンかなぽい、一番。それだわ絶対。手の振りは分かんないわ。あれ当日つけたやつやけんさ。つなかったっけ。忘れた忘れた。セリフは覚えてるけどね。振りは分かんないわ。振り。振りは直前についてから結構。ここ足してみようか、ここ足してみようかとか。実際に座ってしたな、当日が初で。そこでぼやぱやもっちさん、花束ありがとうございます。とっちゃんピカピカありがとうございます。そうリモートだったから顔だけしかなくて、そう派手な動きとかはなかったから、そうなんですよ、ですよん。やばい、本当に歌いそうになる。今日レッスンした曲を気をつけなきゃ。ピカ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 。耐えてる耐えてるよ。あと3日ですね。レッスンもあと2日。金土。服部さん、クマ、ありがとうございます。金土。
金土日。金土日。もう神戸気持ちいい。もうすぐだもんね。だってもう金曜じゃん。ほぼあと1時間で。もう金曜だもん。明日の朝に向かいます。早いね。金あと1日頑張ります。頑張ろう。私はあと2日サイン会申し込みました。ありがとうございます。お話し会来てください。関東お話し会行くので会いに来てください。お話し会今受付中です。幕張メッセ。そう、土曜はレッスンある。珍しいよね、リハーサル。まあさすがにね、あるよね。その後髪切りに行こうかなーって。まあ土曜までに心変わりあれば切らない。でも今は切る予定で。幕張。サイン入りの紙。1枚で2枚分なので。確かに時間的にね少ない。1枚で2枚分のあれだから。リアルは全部行くつもりですって。待ってるよ。ということで今日はそろそろ終わろうかな。こんなもので完売半数半分数。確かに来てください。お話し会6月から、違う、7月からオンラインは。早めの終わり早くないって。コンサートの前々前日の1時間10分ですよ。普通です。普通です。全然前日前日全然前日前日。寝ましょう。それです。寝ます。本当に眠い。では誕生日読みます。前日13位ロボリンさん、12位たかしさん、11位とっちゃん、10位理化学研究所さん、9位はるさん、8位コロンさん、7位ひちねさん、6位ルカさん、5位ゆっちゃん、4位はっとりさん、3位みきやくん、2位やするぱんさん、1位うどむさん。ありがとうございました。そうだよ、さすがにコンサート前日とかに2時間はなかなかできない。2時間は。コンサートじゃないわ、ツアーだ。次はツアーです。7周年コンサートじゃないもんな。7周年ツアー。
え、コンタクト取らなきゃ。乾燥してる。特に右目。もう取るわ。ってことで、今日もありがとうございました。お話し会受付中ですので、来てください。そう、ツアーなんですよ。今年は。ってことで、おやすみ。おやーん。